大人のほろ苦さを楽しむ秋の味覚、あけび料理をご紹介します。まずはあけびの陣団和えです。枝豆は茹でて薄皮を取り除いたらすりつぶし、砂糖と塩で味付けをしておきます。あけびは果肉の部分を取り除き、食べやすい大きさに切ります。次にあけびを茹でます。ザルにあげたらペーパータオルで水気を拭き取ります。味付けした陣団であけびをあえます。これであけびの陣団あえが出来上がり。甘い陣団にあけびのほろ苦さがアクセントになっています。続いてはあけびの肉味噌あえをご紹介します。あけびは果肉の部分を取り除き、適当な大きさに切った後、洗ってペーパータオルで水気を拭き取っておきます。調味料はあらかじめすべて混ぜ合わせておきましょう。あけびは多めの油で揚げ焼きにします。あけびを取り出したらペーパータオルで油を拭き取ります。一旦鍋の油を拭き取り、ひき肉を炒めます。色が変わったら舞茸と揚げ焼きにしたあけびを加えて炒めます。舞茸に火が通ったら合わせておいた調味料で味付けをすれば出来上がり。見た目が違うだけで味は肉詰めと同じ。濃厚な肉味噌があけびの美味しさを引き立てるご飯にぴったりの一品です。次にご紹介するのは手軽で簡単、あけびのチーズ焼きです。あけびは食べやすい大きさに切り、揚げ焼きにして油を拭いておきます。耐熱容器に揚げ焼きにしたあけびと市販のミートソースを盛り付けます。ピザ用チーズを乗せ、オーブントースターでチーズが溶けるまで焼いたら出来上がり。ご飯のおかずにもお酒のおつまみにもぴったり。手軽で簡単に作ることができるので、あと一品欲しいという時にもおすすめですよ。こちらはわんぱくな見た目のあけびハンバーグ。ボリューム満点で食べ応えありの一品です。ケチャップとソースで味付けをすれば、あけびが苦手なお子さんでも箸が進むこと間違いなし。定番レシピからちょっとしたアレンジレシピまで、皆さんもあけび料理ぜひトライしてみてくださいね。